エクストリーム。およそ150メートル先、旭ヶ丘電停前を左方向です。このルートには引っかからないよ。君。君、今、そのルート。本当にそんなとこにあんの？ね。普通の駐車場じゃないんだな。ははー。ははー。それはつまり、駐車場はない。事実上駐車場はありませんでしたってことでいいのかな、君。駐輪場だしね。なんか、月決め契約みたいな、そういう感じのところのあれなのかな。なるほどね。調べてみたら、なるほどなるほどね、もうここにコミドル食べてね、電停に乗ってね、もうね、高岡から乗りたいよ、気分的には。ならば、そっか、タイムズのあれに出てきてない点って、ちょっと不思議に思わないといけなかったな。よーし。なるほど、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 なるほど。よし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 。とりあえず朝飯確保しよう。よし。さあ、調べてみたんですけどね。良さそうなルートがちょっと見つかりましたですね。ここら辺はまだないですけど、なんかね、この先ちょっと行ったところに不思議っていうところがあるらしくて、そこの不思議のところに行くと、どうもな、観光用の無料駐車場がなんか用意してくれてあるらしいんで、駅前に。どうもそこは使えそうなんで、ちょっとそこまで足を伸ばしてみようかと思います。で、雨は2、30分ぐらいで止むらしいんで、まあ、朝飯というのはあれですけど、ちょっとバッと食べてね、行こうと思います。では、いただきます。ああ、ごちそうさまでした。でかい社協人気。では、いただきます。ごちそうさまでした。さてと、食べ終わりましたし、その氷見の駐車場を向かってみましょうかね。7分で着くの。方向です。もうどこで行った。ああ、そっちの右に出ちゃった感じになってるのか。だからこれを右に出る。さっきも同じような感じで右に出るか。OK。はい。ここね、直接右はね、このね、電車走ってるところはね、無理だね。これは無理だね。よし。よし。じゃあ行きましょう。入りゃよかったね。続いて右方向です。左方向です。大丈夫。
ここ左、ここ左は無理だね、無理だかな。うめ、これが一番出てくれ。わかった。じゃあこれがね、安心なんで。はい。はい。うん。右方向です。続いて、朝日が丘電停前を右方向です。あ、出てきちゃう。ほら。え、右方向です。1km 道なりです。おー、7分で着く、早いな。これで君海岸の方に向かえるんだ。あー、大阪屋ショップもある。おうおうおう、万葉で、およそ300メートル先、やたを進みます。やたを進む、はい、あ、これ、あ、ひみたいだ。おー、走ってく、走ってく。今、走ってきましたね、反対方向の列車が。おっと、なんだ、そんながおよそ300メートル先、目的地は右側です。あ、もうここなんだ。ああ、めちゃくちゃめっちゃ近いんだ。あ、これか。駅前観光駐車場、観光バスは奥からね。目的地は右側です。お疲れ様でした。ほほう、今か。なるほどな。で、こっちの方は不思議の、もう完全に近い地はこっち側なのかな。で、特に、まあ、駅前に無料で駐車場が用意してあるぐらいだから、コインパーキングとかやっぱないんだね。あの無料駐車場、観光駐車場ってなってるけど、いいのかな。君の方に行く人が乗っても後から加工させてもらいますよ。なんでいいですかね、使ってもいいかな、いいと思うって言ってくれるかな。うん、もう今の子わかんないんだろうな、さすがにもう今の子わかんないんだろうね。